それでは以上のですね、序断の計算量の見積もりを踏まえまして、中国女優三宝の計算量の見積もりをしていきたいと思います。一応この中国女優定理に基づく問題設定を一応復習しておきますと、N1 から Nk が、R って書きましたけど、今回は具体的に整数を想定しておりまして、整数で互いに素であると。それから A1 から Ak も整数の時ですね。で、Ni を法として Ai と合同な A を求めるという問題であります。それから、あと数の長さに関する仮定としましては、N1 から Nk ですね。これ法になる N1 から Nk は単精度の数ということで、Ni の長さは θ の1で見積もられているものとします。あと、A1 から Ak ですね、この、剰余か、剰余の、与えられた剰余もこれ単精度で、それぞれの長さは θ1 で見積もられているものとします。で一方で、この中国女優三宝に使う、この N1 から Nk の積ですね、この積の N の長さは θ の L ということにしておきまして、今これが、N1 から Nk の K 個の整数の積ですね。で、単精度の整数の、K 個の積の長さは、これ K 個分ということになっておりますので、この K が θ の L に等しいという仮定をしておきます。最終的には、今回の計算量をですね、この L の関数として求めることを目標とします。で、中国女優三宝に基づく、各種ユークリッド誤助法に基づく中国女優三宝のアルゴリズムですね、一応ここに挙げておきました。で、一応ちょっと確認のために、どういう形で計算しているかという流れを追っていきたいと思います。まず最初にこの定理に出てきたこの EI を求めるっていうのをですね、I が1から K の間で繰り返しを行います。で、最初に、この N スターをこう計算しまして、N スターっていうのはこの N1 から Nk の積を Ni で割ったものですけども、この Ni スターを計算しまして、で次のステップでこの Ni を法とする Ni スターの逆減 Ti を拡張ユークリッドの誤助法で求めるんですけれども、これは Ni スターと Ni を使って求めます。で、Ei としてはこの Ti と Ni の積を求めて、これを Ei と置くというのが、最初のこう繰り返しのステップです。で、これが済みましたら、その連立線形合同式の解 A を構成するわけですが、これは A1、E1 から AK、EK の積の和を求めるということになります。で最後は一応、その、解の中でも、その N を法として、最小の比の解を求めるということで、第2ステップで求められた A を、N で割った乗用を求めるということをやっています。ということで、以上のステップのですね、計算量を順番に見積もっていきます。まず最初に、この1番、1の A のステップですね。Ni スターを求めるところなんですが、これは N が多倍長の整数で、Ni が単精度の整数なんですね。ですので、多倍長の整数を単精度の整数で割る、先ほど提示したアルゴリズムを使うんですけれども、あとはその、それぞれの数の長さがどのくらいだったかっていいますと、割られる方の N の長さは θ の L で、逆に割る方の数の Ni の長さは θ の1です。で、この時の序断の計算量っていうのは、θ の L ということになります。で、次に B のステップですね。B のステップは、この Ni スターと Ni から拡張ユークリッド誤助法を実行する際の計算量なんですけれども、これもそれぞれの数の長さを確認しますと、まず Ni スターの長さはですね、θ の L ですね、先ほど求めたように θ の L で、それから Ni の長さは、これ単精度の数ですので θ の1ということになります。で、拡張ユークリッド誤助法の計算量は、この入力された2つの数の長さの積に比例するということでしたので、そして長さの積のオーダーですね。
ちょっと下から抑えるのではなくて、上からしか抑えてないんですけど、オーダーの L であるということになります。で次の C のステップでは、TI×NI というのを計算していたんですが、NI スターは、オーダー、θL の長さ、それから TI は単精度ですので、θ1 の長さということで、ここの乗算の計算量は、θ の L ということになります。で、以上が第一ステップですね。で、あと、注意していただきたいのは、この第一ステップはですね、1から K まで、繰り返しが行われますので、ループ全体、この繰り返し全体の計算量っていうのは、ここで見積もった個々の計算量の、最大値に、を K 倍したものになるんですけれども、先ほどですね、この K というのは実は、オーダー、θの L という見積もりをしていましたので、実際にはこの第一ステップの計算量というのは、この3つの中の最大値に θ の L をかけたものになります。で、第2ステップですけれども、これは E1 から AK、EK の積の和を求めるっていうんですが、EI の、EI の長さは θ の L ですね。先ほど、この1番のループで計算した多倍調整ですので、E1 の EI の長さは θ の L と。一方で AI の長さっていうのはオーダー、θ の1ですね。で、そうしますと、これ、まず、乗算の計算量が、例えば EI、AI の乗算の計算量が、これ θ の L になって、ります。それから、加算の計算量が問題なんですけれども、加算の計算量というのは、それぞれの加えられる数の長さのと同じ程度の、θ で見積もられるということだったんですが、実際に見てみますと、これは警戒加算が発生しております。警戒加算が発生しておりまして、その K っていうのは θ の L で見積もられていたので、1回の計算量、加算の計算量が θ の L で、その繰り返しの回数が θ の L で見積もられていますので、この加算の計算量の合計というのは θ の L2 乗ということになります。で最後に、この A を N で割ったと割り算なんですけれども、A の長さは θ の L で、N の長さが θ の L ということですので、乗算の計算量は、この両方の長さの積に比例するということで、θ の L2 乗で見積もられると。いうことになります。というわけで、各アルゴリズムですね、各要素の計算量というのはこのように見積もりました。で最後に、そこからですね、その全体の計算量の見積もりを行いますけれども、結局、そうですね、この中で一番その、支配的、すなわち、L に関して次数の大きいところはどこかっていうと、この第2ステップのこの A を求める部分、それから第3ステップの A を N で割る部分、それからあとこの第1ステップもですね、第1ステップの中身の計算量っていうのは、θ の L もしくはオーダー O の L なんですけれども、これがやっぱり θ の L 回繰り返されるので、第1ステップの合計も θ の L2 乗ということで、最終的にそのこの全体の中国乗算法の計算量をこの L の関数として求めると、θ の L2 乗で見積もられるということになります。ですので、L は何だったかっていうと、この法に使ったですね、整数のこの積の長さということになりますけれども、このそうですね、この法の積の N の長さの2乗に比例すると。いう結果が得られます。ここまでよろしいでしょうか。はい、ということで、今回の授業のまとめです。今回は、乗算の計算量ですね、一変数多項式の乗算の計算量の見積もりと、それから、多倍長数を単精度数で割る乗算の計算量の見積もりを行いました。それから、あと、拡張ユークリッド誤助法、ユークリッド誤助法ですが、拡張ユークリッド誤助法の、計算量について、一応事実を紹介しました。で、最後に、これらの
計算量の評価に基づきまして、中国乗用三宝の計算量の見積もりを行いました。で次回は、拡張ユークリッドの情報の、まあ、応用としまして、有理数の再構成という、話をしていきたいと思います。テキストは 4.12 節ですので、必要な人は予習をしておいてください。じゃあそれではこれで今日の講義を終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。